おはようございます。こんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。ゴスケです。今日は、そうね、今日もあいにくの天気で雨なんだけど、出かけたいなと思ってもこれだよね。ビカクシダを、の、こけましをしなきゃなっていうことで、うん。すっかり園芸おじさんになってますけども、やってみようと思います。感じでね、土砂降りの中、一番最初に買ったビカクシダ、こんなのね、ポンって置けるように台に固定した流木にくっつけてたのね。まあちっちゃいからいいかなと。でいろいろ調べるとこんなことやってるやつはあんまいないみたい。そして縛ってる糸もこれビニモです。さすがに切れるね。うん。で、2番目に買ったのが、こんなにでかくなっちゃった。こんなよ。これどうする？向きはこうか。こんな。なんかね、ぐんぐん成長してるんだよね。で、これ、胞子葉っていうのが出てるんだけど、ここの苔をぐるーっと覆うようにさ、貯水葉っていうのでね、これでペターっと覆うような葉っぱが出るのよ。でも、ここにちょこっと出始めてる。おそらくこれがね、横にバーっと広がってって、ペターってくっつくんだけど、それにしちゃちょっとこの、水苔の、なんていうのかな、ボリュームが足んないだろうと思って、足すことにしました。で、今度はテグス。家にあったんだけど、これだけだとなんか足んなそうなんで、高いんだよこれ。ソルトウォータースペシャルエギリーダー SV1。 まあまあ同じようなテグスっちゃテグスなんでね、こんなんでやってみようかなと。うん。ビカクシダも面白いよね。この時期になるとこうぐいぐい成長して動いていくからさ、楽しいな、なかなかなって思ってます。でこれもこれ短いやつなんだけど、なんか種類があって、この水苔には種類があって、なんていうのかな、これボロボロ短いんだよね。じゃなくて長い、一つが長くて、こう、ボロボロ崩れにくいものもあるみたい。で、まあ、俺ごときがこんな解説してもしょうがないんだけど、もっともっとちゃんとしたの人の解説を聞いた方がいいと思うんだけど、大切なのはここの成長点。これを向き的に上にして、ここを隠さないようにして、周りを覆ってあげるっていうのが、うん、定番みたいね。で、ピンセット、ピンセット。ピンセットじゃなくてもいいか。よいしょ。うちにはマグンプがそこら中にあります。一体いくつあるんだろうか。ここの隙間にマグアンプを入れといてあげれば、根がそこに到達した時にね、なんかね、いろんなやり方があるっぽいよ。よくわからんけど、この辺の隙間にも入れといてあげるのか。いいのかな。ちょっと多い気もするけど、いつもねマグアンプ多いなと思う。で自分の動画を見てもパラパラ入れるのを見てて、あーごめんね、この隙間パカッと割って入れたのと、この一番下のここに入れました。パラパラってね。そう、いつもね自分の動画を見て、ずいぶん入れるなお前って自分で思ってます。そう、これじゃあね、貯水量がこ、こんもりした山がちょっととんがりすぎてるっていうかな。右も左も分からず、とりあえずやってみた感じですね、これ。で、なんていうのかな。これ、テグスでさ、ぐるぐる巻くとさ、
その分ちっちゃくなってくるじゃん。それをね、考えなきゃダメよね。って思ったのは、うちはほら、ビニモはさ、売るほどあるわけじゃん。だからビニモでぐるぐるって巻いて、大まかな形作って、そんであれなのかな、この、テグスでカチッて固定でもいいのかなと思ったりしてます。こんぐらい持ってもいいんじゃないのかな。どうだろう。こんな感じで、こんな感じね、こんな感じで形を作っていけばいいかな。そう、こうね、こんもり盛れたらいいかなと思います。で、ぐる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 巻いていくだけなんで、そんな動画はいいか、やたら長くなっちゃうからね。はい、まあ、ここが肝だからちょっとやる？わかんないよ。俺はいつもいつも言ってる通り、まあ先人の知恵っていうのは大事かもしらんけど、それよりも自分の中のひらめきの方を優先する方なんで、巻いて巻いて足んねえなと思ったら、巻いてる途中にこの辺も少しとかこうやって、まあこれがねボロボロ短いやつだからかもしらんけど、でそこをまた こうして糸で押さえながらね、巻いていけばいいんじゃないのって証拠りもなく、またまたビニモですけどね。だいぶボリュームが増えたな。でこれもさ、苔が大きければ大きいほど、やっぱりあれみたいね、この本体の尾角も大きく育つみたいね。でちっちゃくコンパクトに育てたいんだったら、やっぱりコンパクトにした方がいいみたい。でアガベと一緒で、やっぱり水が多きゃ本体も大きくなるし、ちょっと水辛めにしてね、ちっちゃく育てるみたいのもなんか読んだね。まあ、そういう断片的なね知識はもちろん入れていいと思うんだけど、好きにやりゃいいんだよって思います。好きにやらなきゃつまんないじゃんね。ということで、だって失敗して痛い目見るのは俺なんだから。どう、だいぶでちょんちょん出てて、いらないやつ後から切りゃいいんじゃん、こんなんで。でこの貯水葉がこうかぶさった時にちょうどいいボリュームになるぐらいまで苔をね持ってさ、あ、糸がもうない、ということはここで一回縛っちゃう。
こういうふうにやります、ああいうふうにやりますって、ハウトゥーがいっぱい出てんのよ、こういうのって。うん、まあね、痛い目に遭いたくなかったらそれの通りにやるのがいいと思うけど、自分のなんか勘というか、そういうのをなんていうのかな、信じて、あーパキって言った貯水を、おーパキって言った、それはダメだよね、パキって言わしちゃった、なんか引っ張っちゃった今指で。なんかこの奉仕用っていうのと貯水用っていうのが順番に、順番にっていうか、次の葉っぱがねだんだん展開していくんだけど、次は何が出てくるのかっていうのは、それはこいつに聞いてくれみたいなね、分からんのだよ何が出てくるか。奉仕用は出てたけど貯水用ってなかなか出てこなかったから、やっと出てきたと思って、それを眺めてたらちょっとバランス悪いなっていうことに気がついたわけですよ。そんで今こんなことしてます。はい、はい、できた。こんもりとね、こんもりと。しかし、どうだろう。ちゃんとね、わーっとこう、綺麗な感じ、いい感じに貯水量がね、展開して、上の方がほら、なんていうの、こう、うわっと、うわっと、こんな風になったらね、また紹介しようと思います。はい。でかくなって困るのよ、こいつら。はあ、夕方になっちゃったよ。よいしょ。今日はさ、なんか、なんて日だって感じなんだけど、あれ？さっきまでついてたのに。ビカクシダやった後ね、他の植物ね、水やりするのに、まあジョウロはひっくり返す大惨事、そしてあーだこーだ行ったり来たりしてたんだけど、雨降ってたから室内に入れてたのね、この間の雷神、あんまり雨当てたくなかったんだよ。だそれを蹴っ飛ばしてぶちまけるでしょ。もうね、なんかね、いろいろね、やらかす日だなと思って、今日。こういう日はね、急いじゃダメよね。本当に。本当に急いじゃダメ。てな感じで、レザーのお話をしようかなと思うんだけど、ない？そういう日って。あるよね。これね、シミが、豪快にシミが、これは売り物なら、裏なんだけど、まあ、誰かに送りつけるとか、なんかおまけでつけちゃうとかかな。これはもうちょっと、アウトレットにもできないかな。うん。ほんとやらかす。まあね、ちょっとね、昨日ね、あまりにも腹が立つことがあって、盛大にぶち上げたんだよね。盛大にぶち上げたんです。まあ言っちゃえば喧嘩売ったんです。とある人間に。そしたらまあ即レスが帰ってくるわけでもなく、ずいぶん遅れてきたんで、それをね、今朝ちらっと見たんですよ。まあまあ、まあまあ返す刀は持ってるんで、ズバッと切ったろうと思ってますけど、もうね、嫌だね、本当に戦わなくていいんだけどさ、本当は戦いたくないんだけどさ、まあ戦わねばならん相手っていうのもいるわけですよ。
そういう感じで、まあ、ちょっと気を取り直してレザーのお話ね。レザークラフト、オイル、まあ、実験とかどうのとか今日はやんないんだけど、うちでもね、プラントオイル販売してますね。プラントオイルです。植物性のオイル、動物性のオイル、魚の油等々、いろいろあります。油、動物って言ったっていろいろあるじゃない。ね、ミンクオイルとか言ったりするじゃん。クジラの油、違うな、なんか変わったのもあったね。捕獲油とか言って、あのグローブなんかに塗るやつとかもね、昔ながらのあの硬い油ありますよね。あれはまあなんだろう、オイルとロウとか、パラフィン、いろんなものが混ざって入ってるよね。だからペースト状になってたりするんだけど、まあね、サラサラの油状のものもあれば、そういうものもあると。何がいいのって、その自分の使ってるレザーアイテムはどんな油でタンナーが仕上げたのかなとか、じゃあそれと同じ油を入れればもちろん相性はいいよね。でも他の油が合わないかというと、そんなことはないわけで、うちにある販売してるあのプラントオイルっていうのはすごく面白くって、あれ油なんだけど、水と油って混ざらないもんだけど混ざるんだよね。面白いでしょ。かといってちゃんと油として皮に染み込むし、ね、詳しくはリゼットさんのね、説明を読んでほしいんだけど、こういうオイルがしっとり入った、大量に入った皮とかじゃなくて、タンロウとかさ、割とこのなんていうのか、カラッとしてる皮あるじゃん。ああいうのって染料入れるのに、ね、染めるのにさ、ぐん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 染み込んでって、なかなか色が乗ってこないっていうか、何回も重ねて塗るじゃなくて、初めにオイルを入れとく。でその上でさっと染色するとバシッと少ない量で染め上がるっていう特性もあるのね。え、染料入れるのに油入れたら染み込んじゃう、弾いちゃうじゃんとか思うじゃん。そんなことはないんだよね。そこら辺がやっぱりあれだよね、専門家だよね。うん、そういう油もある。だからね、油ってもう簡単に言うけど、ものすごく広くってさ、で常温で固いものもあれば、常温だと水みたいにサラサラのものあるし、そのね、固形というか、固形か液体か、匂いもあるじゃん。どれだけ染み込みやすいのかとかさ、すごくすごく深い世界だと思いますよ。だから単純にこれがいい、あれがいいっていうのもね、そんな簡単な話じゃねえよっていう。まあその中でも比較的こう当たり障りがないっていうか、特に何がこう特別こう出っ張ってくるわけでもない、使いやすいオイルっていうのが何て言うのかな、重宝されてるっていうかね、うん、俺ね、ミンクオイルはどうも好きじゃないんだよね。塗った後さ、浸透するわけでもなく、まあ散ったら浸透するんだろうけど、ベタつくじゃん。そのベタベタがまた汚れを呼んで、で靴とかにさ、ミンクオイルバッチリ塗っといて下駄箱入れとくとめちゃめちゃカビたりするじゃん。どうもね、いい印象がなくて、ミンクオイルは俺はまず使わないですね。でもミンクオイルを押す人多いんだよな。俺は好きじゃないです。割とこうたっぷり塗っても、塗りすぎちゃっても害がないオイルのがね、好きかなって感じです。なんだっけ、コロニルのやつとか、モーブレイとか、
そういうメーカーのやつの、あの靴用、革用、カバン用みたいなやつは割と、なんていうのかな、その代わりこうバッチリガッチリ水をガードしますとか、こうテッカテカになりますとか、そういうんじゃなくてトータルバランスがいいっていうかね、あっさりしてるっていうか、さっぱりしてるっていうか、うん、変に革に悪さをしないっていうので俺は好きなのかなっていう気がしますけど、うん、オイルの話ってそんなもんかな。いろいろね、まあまあ何種類かうちにもあるんで、実験みたいなことしてたら面白いかなと思うんだけど、この動画のコンテンツ的にこうそういうのをちょいちょいやれば、視聴者さんとかもね喜ぶだろうし、こうアクセスも稼げるんだろうけど、このゴスケアの動画は視聴者を増やそうって気がさらさらない動画なので、ね、まあね、たまにはライブでもやりゃいいんでしょうが、基本的になんかね、いつも遊びに来てくれる皆様と俺は雑談をしてるみたいな、仕事をしながら雑談をしてるみたいな感覚が最近は多いです、大きいです。そうなんだよね、ロウと油っていうのは分けて考えた方がいいのかなっていう気もするし、うん、難しいね、考えれば考えるほどちょっとややこしい話になってくるな。まあね、そういう疑問に答えてくれるのがリゼットさんのブログなんで、これはブックマーク推奨です。変に凝り固まってる変な常識をバカンと壊してくれるんで、読んでて楽しいですよね。てな感じで、まあまあなんかさっぱりとした動画になっちゃったかもしれないけど、なんかダメだわ、今日はとことんついてない。でもね、ついてないんだけど、とことんついてないんだけど、これちょっとした時間でをね、ちょいちょい麻雀のゲームやるんですよ、オンラインの対戦のやつね、対コンピューターで対人のやつで、なんだっけ、最初は初心者みたいな、ただ雀士から始まって1,2,3ってやって、ジャンケツってなって、その上はジャンゴーなのかな、ようやく昇段してジャンゴー2になりましたね。この上はジャンゴー3があって、その上はジャンセでジャンタマ、タマテン、わかんない、なんか見たことないな、そこまで言ってる人は。そのね、そのゲーム、麻雀はなんか今日ついてねえと思うんだけど、麻雀はとことんついてました。ガンガン上がって昇段できましたね。何なんだろうね、麻雀ってゲームはさ、本当人間性が出るというか、やっぱり上の方に上がれる人っていうのはクレバーというか、なんていうか、なんだろうな、結構運に作用される要素も大きいんだけど、どうせ運だしって言ってる人はやっぱり上がってこれないんだよね、あれって。だから初心者でも麻雀のプロには勝てるんだよ。でも何度も何度もやってるとトータルでは絶対かなわないんだよね。やっぱりその運的要素はあるんだけど、
この場の流れとか確率とか、なんていうのかな、そういうのを読む力がないと強くはなれない。じーっとひたすら降りて我慢する、ストレスたまるよ。やっぱり好き勝手やりたいし、行ったれみたいなのも時には必要なんだけど、そのことばっかりやったら絶対にトータルでは勝ち越せないっていうか、うまくいかないし、時に勝負は必要だけれども、いかに無駄な戦いをしないかかなっていう、俺もまだまだなんだけど、ほんとね、乗ってる時なんていうのはね、周りがみんなすげえ弱く見えるし、俺って強えとか勘違いしちゃうし、それがね、手痛いしっぺ返しが来るんですけどね。しかしこれ、この伊豆潮のナポリはいい色だな、これ。刻印もカチッと入るし、このね、ナポリのエイジングが進んだの色ってかっこいいんだよ。かっこいいの。これ一個、ナポリのミエルバボックスのね、ナポリの、あ、ボックス知りようかな、ナポリアイテムを一個使ってるのがあるんだけど、ずっとポケット入れっぱなしだけど、すごい色になってる、かっこいい色に。この色を見るとわかるよね、こんな感じで、もっともっと濃くなっていくんだけど、これがね、で、外側の方がグラデーションで結構濃い色になってくるんだよ、使ってると。その姿がかっこいい。うん。なんかこうメジャーになりきれてないというかね、このリス塩のナポリって、俺がガンガン作ればいいのか。自分がいいよと思ったものをね。かっこいいもんだって。うん。次発注するときあれだな、ミネルバボックスもナポリ入れてみるわ。昔使ってたんだけどね、使い込んでた時のね、表情はすごくいいです。よいしょ、てな感じで地味に続けておきます。また遊びに来てね、バイバイ。